グラビアアイドルやコスプレイヤーのブルマ姿で喜ぶのが2軍、うん、グラビアアイドルやコスプレイヤーのブルマ姿で、布面積が少ないとこれはブルマではないと実物へのこだわりが強すぎるのが3軍ということで、 どうですか、あなた分かるんですか、こういうの感覚というか、メルカリに出品されている中古のブルマをヴィンテージって呼ぶのが前田です。違う、何言ってんですか、マジで。ちょ、待って、違う、はちょっと、ま、危ないじゃん普通に。それ2軍とか3軍じゃないですよ、犯罪者予備軍ですよ。違うじゃん、あなたもうグワッつって1の上行ってますよ、グワッつって殿堂入りの、うん、大丈夫ですか、あなた大丈夫です、やってないですか、なんか洋服とかでもさ、古着の方が価値があるみたいなところあるじゃん。あ、古着とかそうね、ヴィンテージ、うん、それこそヴィンテージものとか言って価値あるの、楽器とかもそうらしいんだよね、ギターとかも新品よりもなんか1970年代に作られたやつとか。ああ、わかります、わかります、うん、それこそね、付加価値がついたりとかして人気出たりしますよね、うん、まあ、そこまで行くと僕もその1970年代のブルマとかには興味ないですけど、うん、2021年とかだったら。どこがヴィンテージなんだよお前よ、1、2年前のよ、一回来たらヴィンテージです。お前買ってねえだろうな、マジで。お前マジでさ、買ってはねえよ、ヘラヘラしやがってよ。お前家宅捜査するぞてめえ、マジで。